かように穏やかな血を怪我してしまった。母上はよく稽古や学問に励む俺を菓子で釣ってそばによこした。稽古をしたと父上には嘘をついていたが、生きる喜びを教えたかったのだろうな。
この先は通れんな。火を灯せば何か手立てが見つかるよ。サルドン、何を手に持っている？火の矢が役に立つな。何者かの踏みだ。
財宝の山、幾とせかけて集めた。お前が来ることは夢で見ていた。姿を見せろ。お前も欲するか、この俺の鎧を、そして猿神様の神力を。黒手の陸、生きておったか。いいや、一度死に蘇ったのだ、この闇の中で。飯であろう、勝負にはならんぞ。ああ、そうであろうな。仲間が上を嘆いてくる。さて、外へ出るか。
その鎧、下にお似合いですな。在し日の陸を見ておるようだ。お前、伝承を聞かせるだけの男だと思っておったぞ。鎧をよこせ、楽に死なせてやる。長弁して、この後陸の骸にかけてやるんだ。好きにしろ、だが鎧はやらん。侍ごときが。たりとなるか頼りとなるか。ここで初めて酒を飲んだ。酒が尽きた。お前が取ってこい。はい、父上。陣、あまり離れるな。殿のご下次だ。足立殿、子守をするほど手すきなのですか。言うではないか。では大人と思って叱らねばな。脇から攻められたのだ。まこと里いお方よ。ネズミどもはなすすべなかったな。バカ。みんな、今日はよくやった。私からも礼を言いたい。父君のご尽力です。海賊は父君を人斬りと。実に殿にふさわしいの。私も見習わねばな。ではこれにて失礼。酒を頼まれたのだ。ああ、ではこちらを。海賊どもの酒ですがね、お持ちください。Thank you.
お持ちいたしました。よし、座れ。さあ、お前も飲め。老頭とは言わばないのですか。老頭との間には隔てを置かねばならん。なぜ。ひいきは好機を乱すからだ。父上のために戦ったのに。それが奴らの務め。問答は無用だ。わしと地頭殿もそうだ。お主の母とも同じことを語った。あれの言葉は助けとなったな。私も恋しく思います。千代は思いやりと知恵のある女であった。あれが死んだ時、わしの何かも死んだ。母上との思い出はこの笛だけです。聞かせてくれんか。さあ吹け。初めて父上に頼りとされた。初めて親子だと思えた。僕が境砦に近寄るな。人を守りたいならせめて鎧は整えなきゃね。渾身の出来だよ。よく合ってるじゃないか。息のクロード様を知ってるか。息の何だと。族を懲らしめる亡霊さ。木のごとき背丈で穂村のような眼。獅子の道で見たやつがいるらしい。さようなものがおるならば会ってみたいな。
どねえや。よく戦ってくれた。多勢に無勢かと思いきや、まさか全て討ち取るとは。助かった。石膏は生かしておくな。必ずや猛虎を退かせよう。潰れた哀れな子、生まれ変わらせてやる。毒の力だ。困っておるようだな。何があった？猛虎に家を焼かれた。家を建てるか野宿するしかない。頼りになる身内はおらんのか？身内は一人もいない。トトもカカも15年前に死んだ。以来一人で生きてきたから、また一人でどうにかするんだ。ああ、不憫だと思わないで。辛いのは皆同じだ。今は材木がなくて辛い。少し分けてやろう。いいのか？それなら家を建てることにするよ。また猛虎に燃やされなきゃいいけど。その時は力になろう。お主の家楽しみだ。ああ、ここには建てない。木を集めてただけだ。でもありがとう。後で持ち帰る。さあどうなるかな。